ヒグマチャンネル。はい。これが昨日、島村で見つけたバッグです。とっても可愛くてね、思わず買ってしまいました。このね、下の部分は麻紐を編んだようになっていて、上の部分はゴブラン織りのような感じですね。レオパード柄でね、まあ、豹柄ですよね。お値段は、じゃじゃん。1790円。お安いですよね。で、コンパクトなハンドバッグで、そして斜め掛けもできる、しっかりとしたね、ショルダー、この幅広いショルダーありがたいですよね。細いショルダーは肩に食い込んで痛いんですよね。この幅広のしっかりとしたショルダーがついていて、そして、この開け口がね、ちゃんとこのファスナーで開けるようになっていて、安心ですよね。パカッと開いた状態じゃなくて、ちゃんとファスナーで閉まるので。これはね、思わず買ってしまいましたね。それでは早速お洋服に合わせてみたいと思います。先日 GU から購入したモノトーンコーデ発表会のコーディネートです。小ぶりに見えますけれども、中には私がいつも使ってる大きめの長財布がすっぽり入ります。その他にも携帯やちょっとした化粧品ぐらいは入ると思います。では、斜め掛けしてみますね。斜め掛けはやっぱり両手が楽になるのでいいですよね。まだね、こちらは肌寒いので、この上にコートを羽織っていくんですけども、コートの上にも合わせてみたいと思います。これは去年ユニクロから購入した玉虫色のトレンチコートなんですけれども、かなりねビッグなシルエットでですよね。このバッグを斜め掛けに合わせるとちょっといい感じになると思うんですけど、いかがでしょうか。どうかな。それでは着物にも合わせてみたいと思います。黒の麻着物に合わせてみました。これはすごく合いますよね。ぴったりだと思います。この着物はくるりさんの麻着物でも厚地でデニムの着物と同じぐらいの感じです。それに楽屋さんから購入した半幅帯、これも麻の帯だったと思いますけれども、合わせています。もう色がバッチリね、合ってると思います。もうこれ以上ないっていう感じ、組み合わせになったんじゃないかなと、自画自賛のコーディネートです。ね、この半幅帯はね、実は後ろはこういうふうになっています。文庫に結んでみました。もう斜め掛けにしても帯は全然邪魔になってないんですよね。そしてね、この帯で文庫にするとどうですか？なんかガーみたいに見えませんか？これはね、あえての文庫なんですよね。ガに見えてほしいという、個性的でね、ちょっと癖のある感じにちょっと狙ってみました。いかがでしたでしょうか？今回は島村で購入したバッグを紹介いたしました。それではまた見てくださいね。さようなら。本日はご覧いただきましてありがとうございます。お気に召していただけましたら、高評価またチャンネル登録よろしくお願いいたします。